ファザーキャンベルズチャペルにて、今回はこの生きってるフェリックス使います。箱当たります。オブセッションいるな。オッケー。さあ鍵を出したいね。何？箱以外。まあまあまあ当たりじゃん。よく言えば黄色がいいな。今からでも変えてくれていいよ。持ってるアイテムのレアリティを1個上げるっていうパークないのかな。強すぎるか。緑鍵出ても紫に上げられるから。ちゃんでもやべ離れてた。倒さなきゃいけないやつか。あー倒したくない。板倒させないで。なんか迷ってるぞ。発電機回そうや。破滅あり。しかも破滅つけるなよ。あっあどこ。え早くな発電機。やばくね。板1枚使っただけだぞ今。やばすぎ。発電機早すぎだろ。え、やばくね ?3 人で回してんの ?2 台。なになに、どこで何。なんかあの場所あたりにいない。あ、いや、どっか行ったな。じゃあ帰ろうぜ。回していい、ここ。デモゴルゴンもびっくりしてそう。早くねっつって。いや、にしても早いと思う。工具箱持ち込んでた人いたっけ。なんかめっちゃ早く感じる。本当にだってこっちにとことこ走って、一回、ここでぐるぐる回って、板1枚割っただけで発電機2台回ってやばくね。え本当にマジで早くね。やばくね。え、こんな早いの。え、これ、行かれてないか、この試合。壊れてねえか。こんな早い。もう何もしてないぞ、まだ多分。有能いんのかな。有能でも早くね。初めてかも、こんな早いの。これ、びっくりよ、マジで。これ、キラーだったら多分、なんか、静かに、あれだよ、OBS の録画ボタン、スッと消してる時間だよ。あ、これ、あかんな。ずっとこう裏画面に行って録画ボタン停止してるわ。なんもなんかやべえとか強えとかって言わずになんかもうスッと消すよ。無言で結構飛ぶな。しかもここ多分回るでしょ。あ、なんかとてもある。あ、どこ飛んでった。わかんないけど壊すか。しかしやばいな。これ多分通電すんじゃない。そろそろ通電まで行きそう。あ、破滅なくなった。やばくね。じゃあボコボコにされてる。かわいそう。あ、ちょい固まった？もしかして。気のせい。まあ、ちょっとずつ回していこうぜ。こことそこと真ん中か？もしかして。どう？意外と固まった？発電スピードが速すぎて。たまにあんだよ。なんかその微妙なところ、チェイスか、チェイスじゃないかよくわかんねえんだよ。あー、じいちゃん隠密してる。見づらいかもしれないけど。発電機早すぎだ。いやこれはでもなんかマジ連携良かったんじゃない。あ
結構ポータル移動したから一人を集中的に追ってなくて、あやっぱ釣って遅延っていうのができないと結構やばいかなこのゲーム。で、あそこを蹴ったってことは多分あそこ回ってるかも。初釣りだけど、初釣りだけどこれ終わりそう。こっち来てくれたら絶対終わるんだけど、どうだ、この近くポータルあるから、あこれ多分終わるわ。あユーノーマンいます。あこれやったわ、これやったみあのよそ見しました今。あそこ多分飛んでくる、やめて来ないください。1個余らしてる人多分ポータル、あいや来てないな。はい、やったけども、やったけども、これはこれはちょっと同情します。マジでうまいこといかなかったんだろう。あ違うの戻った。フェリックスの体の中が見える。フェリックス結構あれだな、骨ないタイプの人。開ける、ノーマンもないのかな今、普通に殴られたしな。どうですか、みんなも出たい感じにしても早えな、めっちゃチェイスしてそう。この人が負傷してる人か、ああでも出られるな、出られるなら出るか。はい、ダセー服着てんな、あのねや。ガバか、なんか血まみれだったしな、ガバでもなかったと思うんだけど、普通に適正マッチのような気がせんでもないけど、どうなんでしょう。ほら別に普通だよ、マジでうまいこといかなかったんだ。有能と有能、いやあ有能2人か、あーってことは1人で回し、最初2人ぐらいで回してて、で有能でやって、でまたどっちか合流したみたいな感じなのかな。よし仕事開始。はい、これをここで回すような人のところに置いといて、でここを査定すると。でこのレアリティが上がってる状況であのクソ箱出る？え連続でクソ箱出る？はい3箱目。一切このゲームに関与してないよ私。はい、はい。え嘘やん、こんな、こんなことある？ペールローズのあの船の上のやつ3箱全部使おうぜ。あそこね箱3つあるから、これここで爆速修理できる。あそこあえてね、箱を1個ずつ使うてもろて、使った、みんなみんなやってる、よしこれで箱のやつ全部使って1台をめっちゃ速くなった。やばいよ、箱3箱使ったらさすがにやばいっしょ。これであないもん、魔王、あみんないってる、みんな持ってるもんもうひょいといて、じゃああれ取りに行くか、下のやつ、やばすぎ、これで回復で兄貴を回復してあげよう。地下警察とかないよさすがに。兄貴回復おい、じゃ誰か持って帰ってくれよ俺の箱なあ、俺の箱誰か持って帰ってくんねみんないらないの嘘でしょ、めっちゃ時間かけて漁ったのに。悲しい。